宿州区は、中華人民共和国間宿省主戦士に位置するし、かつく、シルクロード上にある主要な歴史文化都市である。紀元前121年に、全館が軍を設けてから2100年を超える歴史を、有する。七街道、14鎮、1京を管轄する、火星回廊中間の西部、統計98度12分から99度18分。 北緯39度10分から39度59分に位置する。平均海抜1765メートル。東西104キロメートル。南北84キロメートル。総面積3386平方キロメートル。典型的な大陸性気候で乾燥しており、降水は少なく、蒸発が多い。寒暖の差は比較的大きく、日照時間は長く。 砂ぼこり混じりの風が多い。考古学的発見によれば新石器時代中期には、すでに人が主船に定住していた痕跡がある。四季、皇帝本義には、皇帝の時、その土地、西は空切りに至ると記載。勝地市の説明では、この山は、主戦の東南六十里にある。至る大雨の時になって、天下を九州に描いて、主戦を、洋州の管轄下とした。 紀元前121年、全館の表記将軍、各挙兵が火星回廊を取った後、艦長は部位、主戦、懲役、頓行の4軍を設置した。主戦軍下には9県が設置され、現在の宿州区は当時の六福県に相当する。その後名称は、県徳県、六福県、福六県、主戦県と変遷している。他の時期は中央政権に属した。 ありがとうございます。